三坂国分寺は岡山県津山市国分寺にある天台宗の寺院。三号は龍須山。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に混流された国分寺のうち三坂国国分寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に、 古代寺院跡である三雅塚国分寺跡、三雅塚国分山寺跡についても解説する。津山市東方、吉井川近くの大地上に所在する。創建寺の国分寺跡地の東方に隣接して立ち、同時を継承するという。創建寺の国分寺は平安時代末に廃絶したと推測されているが、自伝では上安2年に陛下により消防したという。その後江戸時代に入り、 元那九年、津山藩主、森家により再興した。後、文政十一年十一月、後を継いだ津山藩主、越前松平家の援助により再建された。境内には、総賢治の国分寺祖籍数個が伝わっている。三正国分寺跡総賢治の国分寺跡は、現在の国分寺の西方に隣接して立ち、地域はほぼ二丁四方とされる。ガラン配置は、 南から南門、中門、近道、高道が直線上に立ち、中門と近道は回廊で接続しその東南に東が位置するという典型的な国分寺式の配置である。また、坑道北方には別の組織建物が確認されている。出土品から推測される年代は、国分寺建流の御事のりから間もなくの増営、平安時代末の衰退とみられる。 出土品の中でも特に、創建機の軒瓦の文様が、平城宮長道院の瓦と似ていることが注目される。みまさか国部天寺、あと寺跡は、国分寺跡の正方450メートル、津山市非常の人身の小技が残る、大地上と推定されている。ほぼ巻きた方位を取る掘ったて柱建物跡や礎石、落とし込み穴、国分寺跡と、 同伴の軒瓦などが出土したが、住宅地のため移行は、十分に調査されておらず、ガラン配置や、地域なども確定していない。国分寺同様、8世紀中頃に創建され、平安時代末か、鎌倉時代には廃絶したとみられている。所在地交通アクセス周辺みまさ国分寺跡に、関するカテゴリー、みまさ国分寺跡に関するカテゴリー。ありがとうございます。